そいつが今ツイッターの社長やってんだよお前。やばない。自分たちで自己責任で判断しなさいよと。イーロン・マスクが目指すツイッター、ツイッターに CEO になってですね、まあ、社員を半減以上させると、リストラをするということで、ハードワークについてこれないやつはみんなクビだみたいな感じで戦々恐々としてたわけですけど、実際のところですね、7500人のツイッター社員のうちもすでに半分は、レイオフされたということで、その後ですね、このハードワーク、まあハードワークって言ってもですね、日本のハードワーク、それ激務とかね、そういうふうに訳すのは適切ではないのかなと、まあ一生懸命働く的な感じだと思うんですけれども、まあそのツイートを見てですね、さらに700、800人ぐらいもう退職したいと言ってる、ツイッター社員がいるというふうに、考えられております。とはいえですね、このイーロン・マスクがいいところのハードワークというのはですね、まあ1日10時間労働を週5日でですね、やれと。それの年収の中央値、つまり平均年収ですね、というのがですね、2500万ぐらい日本円にしてあるということで、まあそれぐらいもらえるんだったら、ツイッター再建するまで一生懸命頑張ってみるかみたいな社員がいてもおかしくないのかなと。まあ日本のね、そういうこう、残業やれみたいなところで2500万はないよね。ということで、まあ悪くない仕事なのかなと。冷酷なこう、リストラ主義者ではなかったということですね。で、さらにですね、最近停止したアカウント、これの復活が行われておりまして、主にアメリカの言論人なんですけれども、過激な発言をする人、左右かなり寄ってる人とか、そういった人たち、まあ、ヘイトを吐く人とかですね、そういった人たちが、少しずつアカウントをバンされたのがですね、解除されてきているという動きがあります。おそらくリベラルというか、まあ自由なですね、言論空間にしたいと、いうことで、そのプラットフォーマーがですね、法律に違反していない、それがたとえ差別であったとしろですね、それに関して検閲はしないと、それに関しては自分たちで自己責任で判断しなさいよというのが、まあイーロン・マスクが目指すツイッターという言論空間だと思うんですけれども、まあそのポリシーに基づいてですね、そういった動きを見せていってるっていう状況があります。まあそれの最たるものの事例としてですね、アメリカのトランプ前 大統領があったと思うんですけれども、トランプ前大統領に関しても、まあさすがにですね、トランプ前大統領に関してはですね、ツイッターの投票機能を使ってですね、投票していて、もう数百万人が投票済みで、僕も投票したんですけど、僕は解除すべき、バン解除すべきに投票しましたけれども、今の現状で54対46とかで、トランプをバンするのを、解除すべきだという意見が優勢になってきているような状況でございます。ということで、まあそのツイッター社が今までやっていた、どちらかというとメディアに近い、こういう意見が正しいだろうと、まあ新聞とかテレビと一緒でですね、我々が思う正しい意見というのはこういうことです。正しい言論空間とはこういうものですということで、まあ自分たちの色を出していってたわけですけれども、それを完全に排除して、色は なくていいと、プラットフォーマーというのは、あくまでも平等にそういうものはですね、判断すべきだと。まあこういう流れが、より鮮明になったかなということで、アカウントバンされたりとか、シャドーバンされてる方々。シャドーバンというのはですね、フォローしてない人には見られないとか、あるいはフォローしててもですね、ツイートが表示されないとか、まあシャドーバンによってもですね、結構レベルがあるんですけれども、これシャドーバンをチェックするツールもありますんで、まあ主にそういったヘイトを吐いてる人とか、エロ系の画像とかを流してる方々とかがシャドーバンされてることが多いみたいですけれども、こういったものをチェックできますので、あなたシャドーバンされてるかどうかチェックしてみてください。また、ツイッター今現状でシャドーバンされててもですね、イーロン・マスクさんの御社によってあなたのアカウント復活するかもしれませんので、チャンスはまだあります。ということで、いってほしい。今日はですね、ツイッターの買収、イーロン・マスクさんがツイッター買収しましたけれども、7500人いる社員を5000人クビにして、もうレイオフするみたいなニュースが流れて、実際にCEO と CFO はクビになっちゃったんですけど、まあそんな中で、実際にツイッターの本社から、2人の社員が箱を持って、俺たちクビになったんです、みたいな感じで出てきたんですよ。日本と違って、アメリカは法律的に社員を即刻クビにできるんですよ。社内のすごい機密情報とか握ってるやつとか危ないんで、クビにするっつったら逆恨みして社内情報とか持ってって、
なんかライバル会社に渡しちゃったりとかするとやばいじゃん。だから、奴らはそういうのを渡さないために、もういきなりお前はクビだ。You are fired。トランプ大統領がリアリティショーやってた時代にやってたことなんだけど、You are fired になったら自分の私物をまとめて、お前の机にあったお前の私物はこの箱の中入ってるから、この箱を持って帰れ、みたいな感じになって、二人の社員が出てきたらしいんですよ。で、そいつは、僕はラウル・リグマだと。で、もう一人はダニエル・ジョンソンだと。ラウル・リグマさんとダニエル・ジョンソンさんって人が出てきて、で、僕たちはデータサイエンティストで、クビになっちゃったんです。え、データサイエンティストってどういうことなの？ツイッターとかで、トランプ元大統領みたいな感じで、ガチ右翼で、なんか、左翼系の人たちをディスったりとかしてるような人たちを、まあ、炙り出して、ツイッターをバンする、赤バンするみたいな人たちが5000人くらいいるから、こいつらもういらねえからクビにしろみたいな感じで、イーロン・マスクが言ってるから、多分そういう人なんだろうなと思って、アメリカの大手メディアは、全部その人たちの、この二人のかわいそうな、ラウル・リグマさんとダニエル・ジョンソンさんがクビになったんですってやってた。そしたら、アメリカって転職サイトみたいなのがあって、リンクドインっていうあの転職サイトがあって、まあ、なんかリクルートのなんか派生系みたいな。SNS なんだけど、転職とかビジネス系に特化した SNS があるんだけど、それ検索したわけ。みんなメディアの人は。リグマさんとか、ジョンソンさんっているのかなと思って検索したらいなくて、これ偽物っぽいなってなったわけ。そしたら、俺ら日本人だから、リグマとかジョンソンって言われてもわかんないわけよ。だけどさ、ジョンソンって何よっていう話。ジョンって、アメリカの隠語で、スラングで、娼婦街に行く人なんよ。だから、ジョンのソンって言ったら、息子やん。まあ、つまり、とかよ、ダニエル・ジョンソンは、ダニエル・ティッドさんなんですよ。でね、リグマもっと分かんなくて、これ、俺も知らなかったんだけど、リグマって、リック・マイ・なんちゃなんですよ。要は、まあ要はアメリカの隠語で、舐めろってことなんですよ。舐めろってな、あれを舐めろ。俺の損を舐めろ。だから、リグマとジョンソンは繋がってて、ジョンソン舐めろみたいな。まあ、俺の舐めろみたいな名前をわざわざその二人はつけてフェイクをしたわけ。で、大手メディアをまんまと騙して、リーマイ・ジョンソンみたいなのを流したわけよ。大手のメディアは流しちゃって、途中で気づいて、やばいやば舐めろって流しちゃったみたいな。その英語、スラングわかる人たちが、めっちゃそれをツイッター上で、めっちゃバズってて、それが。アメリカとかでは超バズってて。で、その記事をスクショした、その大手メディアがやった、そのリグマイ・ジョンソンをスクショして、で、それをイーロン・マスクがツイッターで、リグマ・ジョンソン、had it coming って言って、いや、リグマ氏とジョンソン氏は、報いを受けたんだと。っていう風に書いてんだけど、リグマ・ジョンソン・ハーディ・カミンって言った後に、ナスの絵文字と、なんか汗が3つぐらいピュピュピュって出てる絵文字やん。それをつけて、イーロン・マスクがツイートしてて、うん、ナスはチッコだし、ピュピュピュってのは、精子だよね、みたいな感じになってて、それを、イーロン・マスクがオフィシャルでツイートしてるっていう、そいつが今、ツイッターの社長やってんだよ、お前。やばない？